これがキンポップですよ。かっこ興奮気味。はい。これがキンポップですよ。かっこ興奮気味。はい。はい、どうも俺です。ということで、今回作っていくガンプラは、はい、これ、月刊ホビージャパンの付録のニューガンダムだね。まさかの1000円。今日ガンプラ探しに行ったら、なんか、見つけて、なんか面白そうだなと思って買ってみました。はい。で2分で作るとか書いてあってね、2分で作れるかどうか今回はそれを試してみようじゃないかということで買ってみましたね。はい、こんな感じでランナーは1個だけ。はい、ではチャレンジしてみましょう。はい、ということで俺選手いい感じに準備していますね。はい、コンディションも非常に良さそう。はい、ニッパーを用意して、はい、2分で作れるのかを俺選手、はい、ということで実際にね測ってやってみたいと思います。はい、それでは用意スタート。はい、それでは作っていきますかね。はい、そして、はい、ここでテープが貼ってあって、まさかの開幕からつまずく。はい、ニッパーで無理やり切っていく。はい、それでもなかなか開かないみたいですね。はい、はい、開いた。で、中身を取り出していく。袋1個で、ランナーは1個ですね。はい。ビシッと破って。で、パーツも6個ぐらいしかないっぽいですね。はい。で、余裕をかまして、ニッパーで切っていく。はい、俺選手もね、ガンプラハマり出して1年、ちょうど1年ぐらいなんだよね。去年の11月からハマり出したから。なんでね、ランナー1個でパーツも6個ぐらいしかないんじゃね。さすがに2分かかんないぐらいで切れるでしょ、あ、作れるでしょうということで、はい、余裕かましてますね。ゆっくり、はい。ゆっくりゆっくり切ってますね。はい。まあ、クリアって結構見づらいよね。何回か作ったことあるけど。結構見づらかったりするよね、組むときね。はい、ここで説明書箱を見ていく。で、まずは足からつける模様。はい、ん、説明書箱を見ていく。はい、こんな感じかな。悩んでるっぽいっすね。はい、で、なかなかつかねえぞと、あれってな感じで悩んでますね。はい、つかねえぞと、どういうわけだと、はい、二度見してますね。はい、うん、はいはい、見ても理解できてないんですかね、これは。はい、もう一回チャレンジする。はい、ここで2分経っちゃったみたいですね。はい、そこでタイムは隠していきますね。はい、で、それでも今度腕をつけようとしてますね。で、箱めっちゃ見てる。これでもつかめ、はい、ポロリしていく。これでもつかない、悩んでますね。非常に悩んでます今。はい、どうやったらつくんだという感じですね。はい、もう一回見て、照らし合わせて見てますね。はい、つかねえぞと、どういうわけだと。はい、そして今度は体の違う方だね。そっちでつけるのかいって今やっと気づいて、はい、体の正面の方からつければ簡単にこうつけられるのを今気づいてしまった。はい、つけていく。はい、背中をつけて、最後にフィンパンネルをつけていく俺選手。はい、ここでやっとちょっと悩んでる。はい、はい、刺すだけ。はい、ここで完成ですね。はい、果たして何分かかったのか。3分18秒。これは恥ずかしい、これは非常に恥ずかしい。タイムを叩き出してしまいましたね俺選手。はい、そして俺選手は今ここで、これで1000円高くねと思ってますね。はい、これは3分18秒かかったら恥ずかしくて動画は投稿できないですね。これは低評価10ぐらいついちゃいそうだぞ。はい、非常に恥ずかしいタイムですね。はい、これは非
非常にまずいですね。はい、低評価10ついたらいいですね。はい、というわけでホビージャパンのね、フロック2分で作れるかチャレンジでしたね。はい、というわけでこんな感じで終わりですかね。はい、ここでランタイムの真似をしていく。はい、それではどうも、俺でした。またね。